パレロワイアル国務院は、フランスの政府機関の一つ、根性ゆでた、参事委員とも呼ばれる、パリ一区パレロワイアル内に所在、フランス政府の諮問機関であるとともに、裁判所としての役割を持つ。裁判所としては、国務院は、広報上の権限に基づく処分に対する、不服申し立てについて、最終的な判断を下す。 行政訴訟における最高裁判所としての役割を持つ。フランスにおいては、行政訴訟と司法訴訟は別の系列の裁判所が担当する。司法訴訟における最高裁判所は破棄員であり、両系列の間の管轄については、権限葬儀裁判所が判断する。政府の諮問機関としては、法律案などいくつかの事項について、政府は、 国務院に諮問しなければならないこととされ、内閣法制局的機能を持つ。同時に、法律案は憲法評議会の審査にも服する。首相が国務院の長官を兼ねるので、実質的には副長官が職員のうち最高の地位を占める。副長官は行政官、司法官、高企業職員などの名において、憲法上のすべての機関からの新年の挨拶を、 共和国大統領に送る、ありがとうございます。